ケル君がちょっと今事故に遭っちゃったみたいで。意識はない。ない。ウェイヨー、どうもかけまるです。はい、本日なんですけど、久しぶりにななちゃんに大型ドッキリしていきたいと思います。ということで早速本日の企画は、もしもいきなり相方が救急搬送されて意識なくなったと伝えられたら、ななちゃんはどんな反応するの。はい、この企画はですね、 YouTube 始めた頃からずっとやりたかった企画なんですけど、本日やっと実現することができました。で、本日はこの後ななちゃんと事務所である仕事があるんですけど、その仕事に僕が来ないで来る途中で交通事故に遭って緊急搬送されたらっていうのをね、伝え、まあ、なんか簡単に言うと、僕が事故に遭って意識なくなってますっていうのをななちゃんに伝えたら、ななちゃんはどんな反応するのかっていうのを撮っていきたいと思います。で、本当は2人でやる仕事をななちゃんは果たして1人でやるのか、そこも見どころだと思います。ちょっと本日の企画はめちゃくちゃ楽しみなんですけど、僕たち別れてるとはいえ6年目の中でめちゃくちゃ仲もいいし、絆もめちゃくちゃあると思うので、さすがになーちゃん泣いてくれると思います。いや、ここでね、なんか全然反応薄かったりしたら、もうなーちゃんと縁切りたいと思います。そのぐらいのね、仲の良さがあると思ってるので、ぜひなーちゃんの反応をお楽しみください。ということでなーちゃんを待っていきたいと思います。それではやっていきまーしょう。はい、ということでですね、早速モニタリングしていきたいと思います。いやー、なーちゃんはね、果たしてどんな反応してくれるのか楽しみなんですけどね。ちょっとこの企画ね、心が痛いんですけど、この企画前からずっとやってみたかった企画で、本当はね、付き合ってる時にやってみたかったんですけど、もう別れてしまったので、このタイミングになってしまったんですけど、別れても2人の絆とか関係性ってあんまり変わってないので、なーちゃんはね、めちゃくちゃ悲しんでくれると思います。多分俺の予想は泣くと思います。いやーね、さすがにね、俺らの関係だったら泣いてほしいな。だから今日はね、なーちゃんを泣かせる企画です。今日どんな感じですか？なんか破局したけど活動続けてるじゃないですか。はい。なんかそれに関してインタビューさせていただきたい。ガチガチのガチ。ガチガチのガチです。かけるくんが基本答える感じだと思うので、なんか補足あれば、なつきさんの方にも言ってもらえたらって感じですね。インタビューで最近なかったから緊張してますね。マジで久しぶりです。最近ね、生ぬるい企画ばっかやってるんで、ちょっと一旦ね、こんぐらいバシッとした企画をやってね、視聴者の皆さんも楽しませていきたいので、ぜひ最後までご覧ください。今日一緒に来ると思ってるんですか？あ、私ミーティングあったんだよ、前に。あ、そうなんですか。ここに僕は来ません。パティラハウスで湿気すごいっすよね。あれ治ったのか。本当にやばくて、しかも臭いんですよ。出てじゃあ、なんか部屋の匂いが、前の家広くて、芳香剤いろんなとこにしてて、それをあの部屋で1個で使ってるんですよ。あ、なるほど、芳香剤の匂いがあって、そう、混ざってめちゃくちゃ臭くて、で家帰ると絶対もう匂いついてるんですよ。へぇ、そう嫌ですね。ちょっと嫌だ。おい、おい、誰が草ハウスや。これは遅すぎっすね。うん、まあいつものことか。ちょっと数入れてくださいよ。なので本日はね、検証としては、まあ、ななちゃんがどんな反応するのかっていうのも大前提なんですけど、この企画のミソが、僕が交通事故に遭って病院に運ばれて、俺がこの取材に来なくて、ななちゃんの精神状態は多分やばいと思うんですけど、その状態で果たして仕事をしっかりできるのか、全うできるのか、ここも注目していきたいと思います。まあ、普通のね、人だったりメンタル弱い人だったら全く仕事に集中できないと思うんですよ。その大切な人がやばい状態になったら。けど、ななちゃんは果たしてね、そこできるのか。まあ、ここに関してはね、俺ちょっと不安でね。ななちゃんは結構ね、末っ子気質でわがまま気質で4歳児なので、いつも甘えん坊なんですよ。だからね、こういう時にしっかりできないと思うんですよね、僕は。そこが心配なんですけど、まあ一応見どころでもありますね。この前の撮影で、まあ、2日酔いで来て、私はもう準備して撮れる状態で家行くじゃないですか。はい、そっから何もしてないんですよ、準備。そっから準備するの、毎回。はい、で、めっちゃ切れる。男の人ってマジでなんか準備早いからって調子乗りますね。確かに。なんかだったら終わらせといてゆっくりすればいいじゃないですか。まあ確かに。なんでそのこっちが終わらないとやり始めないのか。ね、すいません、あんまり聞いてなかった。え、そうでしょ。全然違うこと考えてました。やばいやばい、俺の悪口言われてる。俺最近これでめっちゃ喧嘩したんだよな。まあ、準備がかけるのが早くて、なつきさんが遅いっていう、うん、それでかけるのが遅いって言ってくる。そう、遅いって言ってくるんだけど、自分もやってない。あ、私が終わってからやる。まあ、そう、僕もそうです。男
学校の人みんなそうだって絶対。そうなんですよ。これさ、めっちゃ思うんだけどさ、女の子はもちろん準備めっちゃ時間かかってる、本当に申し訳ないっていうかすごいと思ってるんですけど、別に男の子もさ、メイクとかする人とか髪めっちゃこだわる人とかいっぱいいるじゃないですか。けど俺はその中でも全然支度に時間がかからないタイプの男なんですよ。髪の毛10分で終わるし、化粧もしてないし。で、なーちゃんはいつも俺ん家来てから髪とかやるんですよ。で、だから俺もじゃあなーちゃん来るまで髪とかやんないで、来たタイミングでやればちょうど一緒ぐらいに終わるから別にいいじゃんっていう結論なんですけど、なーちゃんにめっちゃ怒られるんですよね。俺10分で終わるからさ、いいじゃんって思っちゃうんですよね。でもあれでしたよね、前なんかの撮影行くときに時間になっても来ないから、かけまる2人とも。で、LINE するじゃないですか、グループに。でそしたら、かけるくんが、なつきさんの家の下着いたけど、なつきさんが出てこないって、かけるくん、なつきさんのせいにして、で、その後、なつきさんから、かけるがコンビニ行って、お金下ろしてて、戻ってこないですね、みたいな、2人で、いや、だから、あれ、遅刻の理由を押し付け合ってました。違う違う。押し付け合いね。あとあれですよね、その、かけるくんは僕に、めっちゃなんちゃな最近遅刻するんですけどみたいな言ってる割に自分も結構遅刻してるっていう。だから夏木さんいないところで、あの、かけるく人のこと言えないですよって言うと、あっって思う。そう言えます。自分のこと言われるとね、もう流すから。で、今も遅いじゃん。そうっすね。そろそろ僕が病院に運ばれたっていう連絡を入れてもらいたいと思います。果たしてなーちゃんどんな反応するのか、ちょっと俺も緊張してきた。まさか寝てはないと思うんですけど、さっき家、今から家出ますって結構前に来たんで、かけるのは今から出ますが支援してる。どうですか？30分、40分ぐらいなんで。はい、かえさん、はい、ちょっと上から電話になって、はい、かけるくんがちょっと今事故になっちゃったんだけど、救急隊の方から電話があって、はい、ちょっと調べたんですけど、ちょっとかえさんに来ていただいて。結構もう放心状態じゃん、なあちゃん頭回ってないんじゃない、これ初めて見たかも、なあちゃんのこの顔。やばいですね。え、車ですか？多分来る時、車で事故ったっぽいです。車で？はい。え、結構やばいですか？いや、もう一回ちょっと連絡もらうんですけど、まだ救急車の中だった。救急車？どうしよう。多分俺もね、こんな感じの対応になっちゃうと結構ね、パニックになるタイプだから。俺も昔車で事故した時もなんかね、頭真っ白になってパニックになっちゃって、警察呼ぶ番号も忘れちゃうぐらいパニックになっちゃったことあったんですよ。なんかこの気持ち分かります。え、状況とか聞いてないんですか？いや、もう事故って身分証明書だったりとか、あと僕の名刺が入ってたんで、とりあえず電話かけてもらったんですけど、会社に。え、ガチ事故？ガチ事故？単独？いや、普通に追突。マジ？え、意識あるとか？意識はないっぽい。ない！だからその財布。そうっすね。でも、もう2回これ見つけになってるじゃないですか、これ見たら。さすがにもう当日で。いや、もう1人ですよ。もう、でも、ついちゃうと思うので、先方。とりあえず、かけくん来れなくなっちゃったってことは伝えて、で、どうするか判断を任せますか。みんなにやってたら。え、ちょっと待って、普通に。分かんないです。ちょっと、もう音も真っ白です。やばい、俺も全然喋れなくなってる。なんか映画見てるみたい今。みんなだったらこういう状況どうするのかな。やっぱパニックになっちゃうのかな。でも一旦断りますかって聞いた方がいいですもんね。さすがに無理ですもんね。
この状況でインタビューは。まあでも結構ごめんなちゃん。まあでも一人でも平気なんだったら頑張ります。こっち行きます。すぐに。うわ、なんか全然喋れないわ。どうしよう。なんか変な気持ちですよ今。でもね、本当にね、いつ大切な人がいなくなるかもわからないですからね。僕も小学生の時とかにも経験したんですけど、先輩がいきなり亡くなってしまったりとかね、人生何があるかわからないんで、その人とのね、時間をね、大切にしてほしいですね。小学生の頃でも今でも覚えてますもん。めちゃくちゃ泣いて、人っていつか死ぬんだみたいな、その死を実感したというか。はい、失礼いたします。あ、はじめまして。はじめまして、本日インタビューさせていただきます、山田と申します。あ、月です、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今マネージャーがいなくて、はい、ちょっと一人なんですけど。あ、そうなんです。あ、ちょっと今トラブル起きちゃって、はい、ちょっと今日来れないかもしれなくて。そうなんですね。で、私一人で大丈夫だったら、はい、今日お受けしたいんですけど、ちょっと二人の方が良ければまたスケジュール改めてもらうって感じになってしまって。あ、今本日お一人でも良ければ大丈夫ですか。はい、すいません、ありがとうございます。また後日、はい、さんにはお時間いただければ。すいません、ありがとうございます。はい、では早速インタビューの方を始めさせていただきます。はい、お願いします。今回別れてしまったカップルのクリエイターへのインタビューというところで、ちょっといろんな幅広く質問に答えていただければと思います。はい、まずは、かけまるチャンネルの自己紹介からお願いしてもよろしいですか。自己紹介、はい、2020年から2人で YouTube を始めたんですけど、最初はカップルで TikTok、YouTube で頑張ってきて、まあ、現在お別れしてしまったんですけど、まあ、続けて頑張ってるって感じです。しっかりとインタビューに答えてますね。なあちゃんすごいわマジで。意外としっかりしてんだよねなあちゃんって。こう見えていつもはわがままで4歳児でへなちょこなあちゃんなんだけど、やるときやる女なんだよな。これまで3年くらいやってきて、やってきたし、お仕事の中で印象に残ってることとかってありますか。付き合ってた時はそれこそ海外に一緒に行ったり仕事でしたので、印象に一番差が残ってるかな。どこに行かれたんですか。グアムに行ったんですけど、楽しすぎてもうめっちゃいい思い出になったなって今に。いや、グアム旅行はね、マジ楽しかったね。あれ一応仕事なんですけど、ほぼ旅行みたいな感じで、めちゃくちゃね、いい経験になりましたね。グアムもう一回行きたいな。やっぱり撮影してる中で喧嘩になったりとかは全然ありますね。そういう時ってどうやって解決するの。まあ一旦お互い意見言うとか、喧嘩しちゃって撮影できないみたいなことも全然あります。ついこの前もありました。そういう時は仲直りはどちらから謝るとかは決まったりするんですか。僕です。あ、基本でもかけるが謝るかな。まあ機嫌取るのがうまい。モレアンスが謝る。争い事はめんどくさいんでね。多分これね、男の子あるだと思うわ。相方がかけるくんでよかったなと思う時ってどんな時ですか。あ、どんな時だろう。まあ、さっき言ったようにポジティブやってくれるところとかも。泣いてる？泣いてるな。優しさが底なし丸ですっていうかですかね。社交的で、なんか私にないとこめちゃくちゃ持ってる。
ゃない。ゆっくり答えていただいて大丈夫なので、うん、泣いてるな、こいつマジで。やばい、俺も泣きそうになってきた。大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさい。はい、ちょっと続けさせていただきます。はい、あ、こんな感動ネタになるの。別れてからは思い返すと支えられてたなって思う時とか、なんかちょっとしたことなんですけど、うん、高いところのものが取れないとか、うん、キャップが開かないとか、うん、もうそういうことなんですけど、だからやっぱ気づかなかった部分があったんだなみたいな時に思います。失って気づく。あ、そうですね。やばい、刺さるってその言葉今。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。やばい、そろそろ行こうかな。泣いちゃったしな。ネタバレしようか迷う。いや、絶対怒られるわ、ネタバレしたら。ふざけんなって。大丈夫ですか？さっきのね、まあ、一応4人はもう決まったんで、今言ったのなんか面会とかできないんですけど、意識も戻ってない。いや、もう戻ってないってことです。いけるんですか？いけます。で、今タクシー呼んでるんで、来たら行きましょうか。めっちゃ泣いてたやん。なんか嬉しいけど複雑な気持ちだわ。感動しました、めちゃくちゃ。俺もね、泣いてました、実は。追突としか聞いてないですね。状況を追突されたのかしたのかが分かんなくて大丈夫だと思いますけど、意識ないで相当じゃない。うん、しかも雲が真っ白すぎて。一応ご両親のところにはもう電話は僕の方にしたんで、いつネタバラシ行けばいいか分からなくなってきた。どうしよう。今まだ貧血とかで意識失う可能性あると思うんですよ。僕さっき話してて結構意識朦朧としました。貧血か。今はそうですね、心配ですね。震えが止まらない。話してただけ意識朦朧とするから結構出てたな。ふかやさん暴走してるって。ふざけ入っちゃってる。ちょっとふかやさん感動しになったのにずっと話だけで。まあ、これほど別れてもこうやって泣いたり心配してくれるってことは、それほどの絆があるっていうのが証明できました。よかったです。ということでね、今からもう突撃しに行くんですけど、あのなーちゃんがね本当に素敵だなと思ったところとかコメントいっぱいしてあげてください。ということで、じゃあネタバラシしていきたいと思います。退院してきたよ、退院してきたよ。ただいま。ごめんてただいま。めっちゃ泣いてんじゃん。おいおい、めっちゃ泣いてんじゃん。心配してた。やりすぎたー、深谷さん。やりすぎたって。深谷さんのせいだって、これ。大丈夫、これ深谷さんのせい。やりすぎた。ごめん。生きてます。鼻血で貧血になりかけたけど。やべ、これ、ドッキリでした。すいませんでした。放送事故です。やりすぎたー。ただいま。
それを心配してくれたってことね。いいんだよ、頑張ってね。え、嘘なの？それじゃ。マジナイスプレー。分かった、なんか送るわ、めっちゃ。ジュラ的や、ほんといかいわ。ああ。はい、ということで、以上、大型ドッキリでした。マジでごめん、やりすぎました。まさかね、ここまでなあちゃんがね、俺のこと思ってくれると思ってなかった。いや、もちろんね、悲しんでくれるのは予想してましたけど、ここまで大泣きするとは思いませんでした。マジでごめん。ね、泣きすぎて目腫れた。いや、でもね、深谷さんまだ良くないから、なんか最後らへん、鼻血してて貧血で倒れそうでしたみたいな、よくわかんないボケしてたから。全然覚えてない。なんか聞こえてないし、うちインタビュー何て答えても全然覚えてない。いやでも、あの状況でなあちゃんはちゃんと仕事を全うするのは素晴らしいと思います。お疲れ様でした。嘘やん。いや、すごいよ。俺絶対なあちゃんあのメンタルで仕事放棄すると思ってたから、価値になんてできないってなると思ってたから。でも、すごいね。何？初めてのお使い的なやつ。本当にね、まあ、ある意味いい動画になったんじゃないでしょうか。いろいろなんか2人の関係とかそういうの改めて再認識できたいい動画になったんではないでしょうか。ということで、なあちゃんかっくん思いだなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローと TikTok に無断データもぜひお願いします。ぜひこの動画無断転載バンバンしてください。皆さん、なあちゃんの素敵な対応とかね、いろいろあったと思うので。ないない。ということで、本日のピックアップ TikTok はこちら。じゃあ次の方、お願いします。失礼します。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジか、ちょっとお前マジか、ちょっと待って、マジか、俺やってやろうかな、マジか、マジか。おいお前もうええって、もうちょっと待って、いろいろついてない。肩にクワガタいっぱいついてるけど、本当に誰がつけて、ふざけんなよ俺、誰がつけて生活してんのよ。こんにちは、かけまるチャンネルのかけるです。かけるじゃねえかよ。やばい、びっくりした。臭い。めっちゃ泣いたい。泣いてないし。いや、めちゃくちゃ泣いてたよ。さすがにびっくりした。俺はそんな方に知らねえから。死ぬな。疲れ。もう1週間オフもらうわ。